審判の笛とともにゲームがスタートしています。ロングボール、スローイン、大きく逆サイドへ振ります。いった、最後はキーパーキムデオン。ディアンソギュン、さあチャンスになりますよ。素晴らしい連携を見せます。面白い、これはナイスセーブ。リプレイが出ます。これはうまく弾いています。ファーサイドに行った、うーん、来た、韓国、いいタイミングで決めました。先制、1対0。キックオフされました。立浪、さあボールを大きく出す。キムデオン、キムソンヨ、大事に持っていきます。右へ、右サイド、ハルサンギュン来ましたよ。これは、いやー、これはナイスセービング。大岩、三浦、これは、これはファール。審判が選手を呼びます。レッドカード一発退場です。これはちょっと厳しいかな。辛い。さあコーナーキックです。競り勝った、入った、日本前半も終了直前の時間帯にゴールを決めました。1対1。先ほどのキックオフです。チョデグン、パクチャンソク、さあボールを大きく出す。ここで長いホイッスル、中山。後半開始のキックオフです。立浪、ここはパス、コーナーキック、さてどうか。ヘディング、バーッと決まった、韓国、後半始まってすぐに素晴らしいゴールが決まりました。2対1。キックオフされました。立浪、ここは大きく出します。パクチャンソク、逆にボールは日本。星野、ここで大きく右へ。ファインゴール、日本同点ゴールが決まりました。2対2。リプレイです。木村さん、どうなんでしょうこのゴール。キックオフです。チン・ジョンソン、ここは大きく出します。通らない。左に叩きます。手前からクロスボール、カットされます。そしてここで試合終了のホイッスル。試合の結果はご覧の通り、2対2で両者勝ち越し点を奪うことができず、結局引き分けに終わりました。